どうもしゅんです。こんにちは。うずずの岡本です。こんにちは。うずずの岡本です。こんにちは。今日はちょっと、なんですかね、立ち位置が違うと思うんですけども、今日はですね、大手企業とベンチャー企業、どちらがいいかっていうのを、討論をさせていただきたいなっていうふうに思っております。で、僕はまあ、中立の立場で言いつつ、どっちかというとベンチャー派なんですけども、ももしさんが大手企業派、岡本さんがベンチャー企業派、はいで、なんですかね、それぞれの良さと、まあ、デメリット、メリットみたいなものをお二人に教えていただくという動画になっております。それぞれの意見を聞いて、どっちが就職したいかなっていうのを、最終的に意見を聞いて、個人的な感想を最後に言わせていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。なんですけど、めちゃくちゃベンチャー用になったので。めちゃくちゃこっちが有利ってこと。ももちは結構ベンチャー用になった。大衆はももちさんの味方なので。ベンチャー企業の定義にはよるんですけども、いわゆる数人ですね、5、6人、5から、まあ、30人ぐらいまでの規模の会社さんを、今回の場合、ベンチャー企業と呼ぼうかなというふうに思っています。分かりました。はい。まあ、大企業のいいところは、やっぱりこう、まあ、いい意味で自分の業務に集中できるところかなと思ってまして、私、もともと前職がこう1万人ぐらいの会社にいたんですけども、はい、例えば私、営業だったんですけど、はい、こう、栄養めちゃくちゃ取れそうですね。めちゃくちゃ取れますね。例えば何か受注した後の出荷とか、はい、契約書のやり取りとかは、はい、大体他にやってくれる方がいるんですよ、はい、そういった意味だと自分は本当にじゃあ営業で成果を出すってことに頭もそうだし行動も集中ができるので、うん、そういった意味だとこう本当に例えば営業力めちゃくちゃつけたいとか、うん、例えば何か別の職種でもいいんですけどまずは自分の職種に集中したいって方にとってはやっぱりそこの体制はかなり整ってる。なるほどなるほど。一つの業務に集中できるっていうことですね。できますね。確かにそれはありますね、うんうん、いろんなことやらなきゃいけないですもんね。あ、もうそうですね、そうですね。一つのいい大きなメリットですね。ちょっとこっち側乗ってきてますよ、ね、簡単に流されるよ、ね、から止まって引き寄せる。ちなみに他のメリットっていうのはございますか。 あとはやっぱり動かせる金額はめちゃくちゃ大きいかなと思います。でやっぱりこう扱う案件、まあ、大手だと大体お客さんも大手になることが多いので、はい、私も実際前職は大手のお客さんを担当したんですけど、はい、本当にこう予算とかも億単位でついてたんですよ、うん、それがいいか悪いかは別なんですけども、はい、億単位とかで予算がついていてっていう意味だとかなり大きい案件に携われるし、例えば新聞に自分が携わった案件が出るとかも結構あったので、 あったので、はい、そこはやっぱり大きい金額を浮かせるところは面白いところかなと思います、うん、確かにその社会へのインパクト度でいうと、うん、規模的には大手企業の方が圧倒的に大きいですね。大きいですね。そういう意味では確かに大手企業の方がいいかもしれないですね。いやまだ早いですレンちゃんの番いつもいいでしょう。はい、お願いします。とさっきこうももちが言ってくれていたまず仕事にこう集中できるっていうところ、まあ、確かにそうだなっていうふうに思うので、その反対がやっぱりベンチャーのいいところになるかなっていうふうに思うんですけ ど、はい、こう私自身こううずうぞ25歳の時に立ち上げてで、今50人ぐらいの組織になってきたんですけど、そのまあ本当少ない時、まあ、今もまあそんなに変わってないっちゃ変わってないんですけど、やることってもうめちゃくちゃ広いんですよ。めちゃくちゃ広くて、例えば人材紹介やってるんでキャリアカウンセリングもしますし、法人の営業もしますし、はい、請求書の発行もしますし、はい、オフィスの掃除もしますし、はい、売上管理もしますし人を集めるためのマーケティングもしますし全部やるんですよ。うわーすごいな。そういう意味だとこれ全部をやるのって幅広くて大変っちゃ大変なんですけれども、全部やるからこそ自分ができることも増えたなっていうのは自分自身で実感してますし、そういう良さがあるのかなというふうに思います。でもう一つさっきのこう動かす額が大きいっていう部分の、反対の部分というか小さいんですよ。小さいからでも良くないかっていうのをそうではないと思ってて、手触り感がめっちゃあるんですよ。なるほど。手触り感で何ですか。手触り感って何かっていうと自分でやってる感がすごいあるんですよね。なんで自分でこうマーケティング施策を打って、はい、来てくれた人に電話をかけて会う約束をして、で来てくれてからの面談も全部やって、企業さんに紹介するとこもやって、入社してからのところも全部やって、で会社の売り上げが立っていて、それでこう伸びていっている、会社が大きくなっているっていうところを実感できるのって本当に自分がやってるなっていう実感がめちゃくちゃ持ってるんですよね。そういうのが好きな人にはこうメリットになるんじゃないかなと思います。そうですね。個人の力っていう点ではいろんな能力が身につくっていう意味ではベンチャー企業の方がいいかもしれませんね。
ね、まあ、そこはすごいなんか私もベンチャーの自分が今いるのでいいところだなと思うんですけど、はい、なんかこう別のことの宣伝しちゃうんですけど、ぜひあのベンチャー転職バイブルっていうグッドファインドさんが出している記事をぜひ皆さんに見てほしいなと思うんですけど、はい、そこに書いてあるのがベンチャーってなんか4人の泥船みたいな感じなんですイメージ的には、はい、で大手って本当にこう鋼でできたなんかもう調理室とかもついてる豪華客室みたいなイメージなんですけども、はい、それで言うとその泥船の環境を楽しめる人はいいんですよ、うん、楽しめる人はいいんですけど、そこがうわなんでこんな船とかうわ沈むじゃんって思ってしまう人は私正直行かない方がいいですよ。あ、まあ、確かに行かない方が良くて、なので全員に当てはまるわけでもないので、はい、そこで言うと、なんだろうな、こうそこで悩む人はとりあえず私は大手に行った方がいいとか言ってます。迷ったらそっちの方がいいかなと思いますね。なるほど、なるほど。それはありますね。なんか大手からベンチャー行けるけど、ベンチャーから大手行きづらいっていうのは確かに風潮としてはあるじゃないですか。で新卒領域に限って言うと、大手に迷ったら大手行くっていうのは確かに正しい判断かもしれない。実際に今しゅんさんがおっしゃってくれたように、はい、やっぱり新卒の方が大手に行きやすいんですよ。まあそうですね。で、うんうん、ベンチャーで実績積んだら、そしたら大手にも全然行けるんですよ、うんうん、なんですけど、そこでそのももちが言ってくれたみたいに泥濡れで沈んじゃう、もやもやしちゃうっていう風な状態で伸びなかったら選択肢は広がらないというところは確かにあるので、そういった意味だと大手もいいかもしれないなっていうふうに思うんですけれどもけれども本当にその泥船を楽しめる人にしてみると最高の環境。いや確かになるかもしれない。いや泥船いいっすね確かに。でも大手のいいところとしては、そういうなんか社外の福利厚生とか、うん、あと何ですか、部活があったりとか、うん、いろんな面が充実してるじゃないですか。あとはそれこそ大きい企業だと、それこそサイバーエージェントとかリクルートとかだと、綺麗な方とかかっこいい方とかもたくさんいて、社内恋愛とかも横行してるじゃないですか。横行してるから。よくある、よくあるか、はい、ありますね。あれいいなって思うんですよ。でもね、それででは大手かなっていうふうには思います。はいはいはい、確かに。ちっちゃい会社でも、ちっちゃい会社であるんですか？なんかあれなんですよね。大手でいたとしても関わる人って30人ぐらいなんですよ。本当そうなんですか？大手にいてもですね。大手にいても、はい、関わる人って多分どんなに多い人でも30人とかなんですよ。はい、部門の中の人とかね。あ、そうそう。なんか例えばあれですよ。こうメールの CC に入ってる人とかだったら、1カウントしたら100人が関わるかもですけど。そんな関わらないので、うん、っていう感じです。なるほど。であれば、じゃあベンチャー企業大手派だね。大手派じゃん。ベンチャーで社内恋愛をして、仮にです。仮に破局をしてしまうと、そうなんですよ。とっても気まずいことになります。確かに確かに確かに。部署移動ができます。おー。あー、そうだよね。なんか会が変われば合わなくなったりとか。そうそうだよね。するので、リスクはでかい。いや、そうですよね。ベンチャーで社内恋愛するのリスクしかないじゃないですか。リスクが大きいですね。リターン大きいですけどね。リターンありますか？リターンありますか？でもありますよ。でも別に、なんていうんですかね、こう、友達との喧嘩するときってあるじゃないですか。はい。付き合っても別れるときもあるじゃないですか。はい。まあ、そんな失敗ぐらい、成長の壁。だから気にしないっていうのがいいんじゃないかなと思います。そうですね。カバーできてない。カバーできてない。カバーできてない。今のお二人のお話を聞いて、はい、最終的にどちらに行きたいかっていうのを判断させていただくと思います、はい、では、お二人目をつぶっていただいて、はい、手を、はい、差し止めていただいてありがとうございます。お願いします。行きます。お願いします。やったー、イエーイ。何ですか？ですね、ももしさんと手をつなぎたかったってございます大手企業のメリットとしては、その新卒に限って言うと、やっぱりなんか大手先に行っていろいろ見た上でベンチャーに行くのでも遅くないのかなっていうふうに思ってまして、僕自身がその大手企業に就職するとしたら、期間を決めて、例えば3年とか、まあ、1年とかわからないんですけど、決めて学べるところを学んでベンチャーに行くっていう選択肢もありだなっていうふうに思いまして、確かにベンチャー企業もいいなって思ったんですけど、なんですかね、大手に一旦行くっていうのはすごくありだなっていうふうに桃井さんの話を聞いて思ったので、ありがとうございます。選ばせていただきました。
悔しいですかなってくれて。ということで、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、動画を見た就活生の皆さんも、この動画を参考に、ベンチャー企業に行くのか、大手企業に行くのか、判断していただきたいなというふうに思います。ということで、お二人のチャンネルは下の概要欄にあるので、よかったら覗いてみてください。今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。それぞれに合った会社があると思うので、そこは個人の判断で決めていただきたいなと思います。